はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやー、ということでですね、さあやってまいりました。今回ですね、ミックスさんたちからダイスこちら見ていきたいと思います。ということで、収録ボタンを。よろしくお願いします。プラクティスでございますのでね、ガッツリ見させていただきたいと思います。著作権の影響もありますので、こちらでまず音なしで聞かせていただいて、で、見終わった後にですね、リアクション終わった後にジャックを外して、ちょっと速度を落としながら音上げで見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは行ってみたいと思います。レッツアップゴー。さあ、もうガッツリ見ますよ。ほほ？ほーん？おほほ？おーん。おー、なるほど。おー、やりましたね、今ね。おー。ほほ？わー。なるほど。おお。なるほど、すごい。ああ、おお、おお、おお、わあ、ああ、おお、おお。わー、すごい。ちんちゃん？これすごいですね。ちょっと。いろいろ仕掛けがあるというか、この扉、音がちょっと反響してるじゃないですか。ガチャーンって開けて、ふーん、ちょっとこもってる雰囲気があるので、その室内に入ってったみたいな、もしくは室内にから、あ、室内に入ってったかな、ここの場合は。このソリュンちゃんがそういうちょっと賑やかなところに入っていく、バンドの方たちがいらっしゃって、カジノじゃないですけれども、なんかそういう場に行ったのかなっていう、ここがちょっとそのカジノのディーラーさんみたいな、ようこそみたいな風にも見えると言いますか。で、ここのちょっといらっしゃいませ感というか、ここら辺とかすごい揃いますね。揃え方が結構えぐいなと思って見てます今。ほう、ユジンちゃんすごい。で、なんかそのカジノにいるその女王様みたいな雰囲気ちょっとありません？ブン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 。おー、細かい。皆さんがそれぞれの役割をしながら同じタイミングで動いていくっていう見せ方になってますよね。ここら辺動き結構もう激しいですね。
わおじいちゃん、ウォンちゃんすごい、結構いかついですね振り付けもね。でここうまいなって思ったのが、多分そのトランプのカード1枚引くみたいな、あのジョーカーあったじゃないですかミュージックビデオで、そういうのがここに入ってるのかななんて思ってみたりとか、王の部分ちょっと過去の作品のやつ使ってったりとか、ここら辺もね結構アイコニックですよね動きがね。おー、ここら辺もすごく綺麗ですよね、手の位置というか開き方とか、ちょっと反ることによってこの手の形も外側にこう開いていくみたいな感じですよね。おーおーってやってるのか、横一列取った時の高さも綺麗ですし、でここでこのダイスみたいな形をねこう持ってくるところ、こう来てからの効果、握ってサイコロを振る時に手の中でカシャカシャやってポイってやるっていう、それですよね。だからなんかちょっとやっぱりカジノっぽいですよね。ここら辺とかはでっかいサイコロ振ってるのかな。でかなり今回繰り返す振り付けが動き的に多いなっていう風に思って見てるところもあります。あと単純に2分42秒っていうすごく短い時間で終えるという、ヌナペーの部分かな、この手を作って手でこう見せていく部分、入れ替えていくところとか、ファーンファーンの部分で1列目2列目って変えていくところとか、ヘッドロール美しいですね。セミマチもいいですね、ジュウちゃん、ここかっこよすぎるいきなりヒップホップ集団になるの面白い、すごいな、一気に変えますよねフィーリング、ダンスの雰囲気、皆さんの膝がギュッとこう曲がりに行くところとか、いやだいぶだからギュジンちゃんがポイントになってるんだなっていうのがもうここ見ても分かりますよね、常にセンターにいるイメージ、もうもはや。でここのジョリブルドですね、ドライブルパスの部分でこうシュート入れに行くところとか、非常にこう分かりやすい動き、さっきのそのトランプ引くところもそうでしたし、サイコロ振るところもそうでしたし、すごい分かりやすいですよね、本当に見たことある動きというか、えい、結構ダンスマスターだなって思ってるジュウちゃん、うまい、やはりジュウちゃん、キュジンちゃん、ジニちゃんあたりですかね、結構やっぱダンス、今ここの前3つ3人様がいらっしゃるところ、この3つのポジションの方たち、リリーちゃんもこんなに歌うのにこんなに踊るっていうね、ここのこれなんだっけな、これなんかちょっと意味あるんですよね確かね、ハンドジェスチャーでね、ちょっとこうタンクの振り付け入れてくるところとかね、ここの手の回し方ですね、時空がちょっとギュってなっていくようなところといいますか、ダイス振り付けもすごくシンプルな構成なんですけれども、形がやっぱりすごくいつも変わっているので見え方が全然違うというか、ここら辺もいやいいですね、ここのでここちょっとねリーダーがね振りだったったちょっとこう跳ねるところとか、こういう抜きが一瞬あって、これよね、すごいですね、タカタカタッタ、はあ、いやフロアに結構床も使っていきますよねミックスちゃんたちね、
We and makes ってここでちょっと N を作るサイン、 N サインを作ると、ベイちゃんかっこいいなダンス。この手を回すところと腰を入れるところのタイミングとか、結構手を大きく使っていくというか、なのでカチャカチャしてるじゃないですか。少しタイミングずれるとかなりずれて見えてしまう部分だと思うんですよね。こういうところってこの指も動いてるので、これだけ見てても結構バラバラしてくるじゃないですか。でもここまで揃ってるっていうのはやっぱだいぶな揃い具合ですよね。ほー、そういうんちゃん、ここなのよ最後気になるの。ダイス、ダイス、サイコロの目 ?2 の数字っていうことか。箱の中に手が入っているそのボックスの中から。という風なところでございます。なかなかこう解読するのが難しいなと思いますけども、これはあれかな、6面体とか8面体とかのちょっとあの立体的な正方形のやつじゃなくて、またちょっと違ったダイスをもしかしたら表してるのかもしれないですよね。いろんなサイコロありますからね、世の中ではね。はい。という感じで、いかがでしょうか。個人的には結構レベル高いなっていうふうに、やっぱり見ていて思いましたし、ちょっとなんかその想像力っていうんですかね、具体的な何かをやっぱりこう作っていくだったりとか、一癖こう持ってくるよねっていうのがエンミックスさんたちなのかなっていうふうに思うので、それがかなり今回もバシバシ伝わってきたかなっていうふうに思います。なかなか個性的な振り付けだなというふうにも思いますので、なるほど、面白い。コンセプトがだいぶ重視されているダンスだなっていうふうにも感じますよね。曲とかからも感じますけれども、超面白いですね。異彩を放ってるっていう感じがします。すごく面白い。というところで皆さんの感想もよろしければぜひ聞かせていただけたらなというふうに思っているところでございます。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。